ありがとうございます。それでは私の方からは、ドイツ学術交流会の博士向けの奨学金について説明させていただきたいと思います。そうですね、私、日本人向けの奨学金プログラムを担当させていただいております、田中め組と申します。 それでは、まず本日は、ドイツ学術交流会という組織について、簡単に説明させていただいた後に、ドイツ学術交流会の博士学生向け奨学金の説明に移っていきたいと思います。次の学生。うん。次の。次の ちょっとお待ちくださいね。次の画面にななはい、すみません。えっと、はい、ドイツ学術交流会はドイツ語でドイツア,ーアカデミシャーアウスタオシュティンストという組織です。1925年にドイツで設立されて以来、数多くの学生や研究者を支援してきた学術研究分野における国際交流のための世界最大の助成機関となっております。 実にさまざまなミッションがあるのですけれども、主にドイツの大学と日本をはじめとする、えっと、世界各国の大学や研究機関との国際交流を深めることで、学術交流をか活発にしていこうということを目的として、さまざまな活動を行っております。ドイツ学術交流会は世界中に事務所がございまして、ドイツにはボンニ本部がございます、またベルリンにも事務所があります。 日本では、えっと、東京の赤坂にある事務所で日本人の学生や研究者の方から留学や奨学金に関するお問い合わせを受け付けております。それでは、えっと、簡単に今、ドイツ学術交流会について説明させていただいたので次は博士奨学金の説明に移っていきたいと思います。博士課程以上の方が応募可能なプログラムといたしましては 次の5つがドイツ学術交流会にはございますまず長期研究所学期に関してです。こちらはすで、えっと、に日本で修士号を取得された方がドイツで博士号を取得する場合、あるいは日本で博士課程を取得する予定だけれども、日本あドイツで、えっと、指導教授についてもらったり、また一定期間の研究プロジェクトに参加するために、えっと、ドイツの に長期期の研究滞在が必要とととななる方を対象としてておおりりまますす支給間間は最大4年間となっておりますこちらに書かれている支給内容はちょっと毎年変わるのでこちらに載っているものは昨年のものを参考とさせていただいているのですけれども昨年の段階では月に1200ユーロをプラスとして毎月のプライベート保険それから旅費補助またすべての方にオンラインのドイツ語コースがつきます。 必要な方に応じては、それとプラスして、現地でのドイツ語コース補助と、家賃補助と、加速手当がついております。こちらの応募締め切りは、えっと、10月中旬くらいとなっていて、その時までに書類をアップロードしていただき、それから面接を受けていただくという形になります。受給の開始は、その次の年の10月からです。 詳しくは7月末に公開される応募,要項応募要項をご参考になさってください。次は短期奨学金に関してです。こちらは日本で博士課程を取得,あの取得する予定なんだけれども、1から6ヶ月ほどドイツでの研究滞在を必要としている博士,博士学生の方、またはえっとポストクの方も対象としております。 支給内容といたしましては、先ほどのものとあまり変わらないのですけれども、こちらではドイツ語コースと家賃補助と家族手当がついておりません。応募は毎年2回ございまして、ドイツ学術交流会の次の応募締め切りは11月となっております。こちらの審査方法は書類審査のみとなっています。支給開始は今年の11月までに応募していただいた場合は、翌年の4月からとなります。 次は、えっと、大学職員、研究者のための研究滞在についてです。えっと、こちらは先ほどの博士、えっと、学生とボストクの方を対象としていたのと変わって、すでに大学や研究機関で働かれている方を対象としております。支給期間は先ほどより少し短くなり、1から3か月となっております。職員に応じて2000ユーロ、または2150ユーロが支給されます。 こちらも、えっと、支給内容としましては、毎月の保険と航空補助がついていて、ドイツ語・コース、家賃補助、家族手当はついていない形となっております。大体の審査方法や支給開始期間、応募締め切りは先ほどのものと短期奨学金のものと一緒になり、こちらも7月末に応募要項が公開されることとなります。 次も、えっと、こちらもまた対象が変わりまして、こちらはすでにドイツ学術交流会で6ヶ月以上の支給を受けた方を対象としております。主な支給内容は先ほどと一緒になるので、もし今回、あのこ,のこちらのミーティングに参加なさっている方で、既にドイツ学術交流会の奨学金を受けられた方がいらっしゃいましたら、ぜひこちらの応募もご検討なさっていただけると幸いです。 最後にこちらは少し内容が変わりまして、この奨学金は研究を目的としたものではなく、ドイツで1ヶ月ほど集中的にドイツ語コースに参加して、ドイツ語力を向上していくということを目的としております。対象となっているのは、学部3年生から博士課程までの学生さんです。期間は1ヶ月で、支給内容は、えっと、1061ユーロ、航空券補助、そして保険となっております。 こちらは昨年は中止とさせていただいていたプログラムなので、えっと、ここに載っている情報はその前の年のものを参考とさせていただいております。応募締め切りはおそらく今年も12月の初旬くらいになるのではないかなと考えられています。こちらの審査方法も書類審査のみとなります。6月から10月の間の1ヶ月間で開催されるドイツ語コースに参加していただく形となります。 こちらの応募要項は9月中旬に公開される予定です。最後に簡単にこちらから応募から受給までの流れをまとめさせていただきました。まず、長期の奨学金に関しましては、10月中旬までに書類を、レイアーデイのポータル上にアップロードしていただき、そのアップロードした書類をまたダウンロードして、えっと、紙の形にして東京事務所の方まで郵送して送,送っていただきます。 その後11月中旬頃までに結果が出て、12月に面接がおそらく今の状態だと開催される予定となります。この面接はこちらではオンラインと書かせていただいているのですけれども、おそらく今年はハイブリッドになるのではないかと思われます。すでに海外や地方にいらっしゃる方にはオンラインで参加していただいて、東京事務所にお越しになっていただける方には、東京事務所に来ていただくという形になると思います。 翌年の4月頃に最終結果が通知され、オンラインでの事前交流会を得て、また必要な方は少し早く現地に行ってドイツ語コースを受けていただいて、えっと、その年の10月から研究を始めていただくという形になります。短期奨学金に関しましては、次の応募の11月までに書類をアップロードしていただいて、その書類を同じように東京事務所に郵送していただいて、翌年の3月に結果が出て、 その年の年月から実際にに奨学金を受給していいただくととうことになります最後の下季語学研修奨学金に関しましても12月の初旬にまでに書類をアップロードして郵送していただき翌年の4月ごろに結果が出てこちらは対面式で事前交流会が開催されるのでそちらに参加していただいて6月から10月の間の1か月間で開催されるドイツ語コースに参加していただくという形になります。 はい、すみません、こちら、英語の情報なので、もしよろしければあのご参考になさってください、はいえっと。今まで紹介させていただきました情報や応募要項に関しましては、すべて、ドイツ学術交流会のホームページの方に載っておりますので、そちらをぜひご参考になさってください。また、何か質問がございましたら、こちらのスカラーシップス・アット・デア・デ・ジェイドット・コムの方までメールを送っていただければ幸いです。 ちょっとあの技術的なトラブルがあって大変申し訳ございませんでした。どうぞ皆様ご,ちご清聴ありがとうございました。田中さんありがとうございました。ご丁寧な説明ありがとうございます。すいません。いや大丈夫です。ここでなんかあのこのプレゼンについてのご質問があればお答,えお答えしたいと思いますが、チャットも確認させていただいて。 は,大丈夫はい、大丈夫でしょうか。はい、あの、私がちょっと、あの、まだ新人で、四月からこちらのドイツ学術交流会の方で。働かせていただいているので、はいでね、あの、本日は、あの、当事務所の。大山みゆきにも、助っ人として入ってもらっているので、二人で質問に答えていきたいと思います。はい、どうぞよろしくお願いします。お願いします。今は質問がなかったら、最後まとめて、また十五分間ぐらい。ありますので。はい、ぜひ、その。 チャンスですからここらのところではなさそうなので次の発表に移動したいと思います、はい、次はあのドイツ研究振興協会 DFK 日本代表部の副代表長谷佐伯が DFK の女性プログラムや小学期の紹介します佐伯 the screen is yours よろしくお願いしますはい田中さんはまだシェアしていま らはい。すじゃあお願いします <laughs>、うん <laughs> 今ご紹介に預かりましたドイツ研究振興協会日本代表部のハンセサイキです今日はドイツとつながる研究国際ネットワークという表題で発表させていただきます今日紹介するプログラムの詳しい情報は英語のものがブース内資料リンクでご覧いただけますそれではまずドイツ研究振興協会 DFG の紹介から DFG は基礎研究を支援する研究助成機関としてドイツ最大の自治組織です 年間予算は約30億ユーロ、日本円に換算すると約3900億円で、今、もう少し日本円が高い安いかもしれないです。<laughs> 財源は主にドイツ連邦政府とドイツ州政府から拠出されています。DFG は研究プロジェクトへの助成や研究者間の共同研究への支援を通じて、人文科学、社会科学を含む科学分野全般の発展を促進しています。 DFG では約3万件の個人向けの研究プロジェクトや共同研究プロジェクトを支援しており、科学の卓越性のみを追求した数段階の厳正な審査プロセスを経て採択を決定しています。EFG は他にもドイツ学術会における若手研究者の育成や支援、機械均等多様性の促進や、また研究科学政策への助言、ドイツ 学術界の国際化、ドイツ国内外の民間セクターと研究者、アカデミーの関係性の促進に携わっています。DFG のメンバー組織は、ドイツ国立大学、マックス・プランク研究所、フランホーファー研究機構、ライプニッツ協会、科学人文科学アカデミー、各種学術団体といったドイツの主要研究機関で構成されています。 はじめに、ポスドク初期の個人を対象とするバルター・ベンヤミンプログラムを紹介します。バルター・ベンヤミンプログラムは、若手研究者向けの研究キャリア形成第一歩を支援するものです。このプログラムは、白紙執取得後の早い段階に独立して研究プロジェクトを行い、研究キャリアを積んでいただくことを支援するためのものです。 また、この段階のキャリアにおいて、モビリティは特に重要とされていますので、一般的にそれまでの滞在期間、在籍期間から研究期間を移ることで、この促進を図っています。特に申請資格に年齢制限は設けられていませんが、キャリア初期のポスドク研究者であることのみが条件となります。 また、研究プロジェクトの拠点として、営利目的であったり、研究成果の発表を強化しない、法人でないことが条件となります。例えば、日本で博士号を取得した直後の若手研究者の方が、ドイツで研究を行いたいという場合や、今、日本でポスドクとして活動している研究者の方も申請可能です。受けられるサポート内容については、本人の給与及び月250ユーロ程度の研究奨励金、他、必要と、 があれば出版費用や費費やを含む直接経費など受け入れ期間にはプロジェクトで必要となるものを追加補填し、プロジェクトとキャリア形成を支援していただきます。具体的には研究者の研究場所を確保、研究プロジェクトを行う上で必要となる追加費用の提供、そしてキャリアアップと現地のネットワークの にもつながりを持てるように個別でサポートするといった内容のレターなどをご準備いただきます。次に若手研究者向けて次の段階、ポストドック経験者向けのエミネータープログラムを紹介します。エミネータープログラムは博士号取得後2年から4年、医師資格保守勇者の方は最大6年までのポストドック経験を持つ特に優秀な研究者を支援しています。 採択されると6年間、ドイツの大学、または研究機関で研究グループのリーダーとして自分自身の研究プロジェクトを進めることが可能です。こちらは今、日本で活動している優秀な研究者で、ドイツの研究環境で活動を検討している方の対象となり得ます。 申請資格は、有難成績で博士課程を修了し、国際的な論文発表やそれに相当するパブリケーションといった研究実績がある研究者であること、ドイツの教授職資格や同等の資格の取得の条件を満たしていること、なおかつ DFG に申請する前までに2年間のポスドク経験があり、かつ博士号を取得してから4年までという短い厳しい条件があります。その他 申請書にファンディング受給期間はドイツの研究環境にとどまる内容を書類として添付していただく必要があります。サポート内容は受け入れ期間での本人の給与、対外的職位の保障と研究費が主で、ね、他に人件費、直接経費、をモジュールとして追加申請することができます。サポート期間は最長6年間で、まず3年間支給され、3年目に報告書を提出していただき、その評価によって後半の3年部分が 支給されるようになります次に、個人向けのプロジェクト助成プログラムについてご案内します。EFG 全体のファンディングの約35%が個人向けのプロジェクトです。博士号を持っている研究者の方であれば、誰でもドイツの大学・研究機関で行う研究プロジェクトの申請書を提出する資格があります。 個人研究助成金 Individual Research Grant と呼ばれる個人向けのグラントは、ある一定期間、自分で決めたテーマについての研究を行うことを可能にするグラントです。このグラントのサポート内容ですが、研究費のほか、人件費、消耗品、研究室の器具がカバーされ、出版費や旅費を含める本人の主任研究者としての職員、 給与をモジュールとして追加することができます。サポート期間は一般的に3年間です。ここまで個人向けのプログラムについてお話ししてきましたが、ここで DFG のプログラム申請の締め切りについて少し触れます。基本的に申請は締め切りが設けられていません。いつでも申請を提出することができます。 DFG ではプログラムごとの募集の呼びかけを出していませんので、ここは日本国内での一般的な助成金申請と大きく異なる点かと思います。そして、一般的な応募型募集案件についても簡単にご案内いたします。DFG の助成を取っている大学や研究機関のそれぞれのプロジェクトから学生のアシスタント、博士課程、 ポストドークの募集が出されます。特に博士課程募集を中心とするリ,スリサーチトレーニンググループ、大学院プログラムのほか、コラボレーションリサーチセンター、エクセレンスクラスターといった大型女性からは多くのポジションの応募が出ます。募集のごく一部は DFG のホームページにも掲載されますが、基本的にはそれぞれの主任研究者が募集を出していますので、そちらに直接応募してください。 最後に国際共同研究を,を準備するための支援プログラム、Initiation of International Cooperation を紹介します。他の個人向けや大型女性プログラムと違い、国際共同プロジェクトや共同申請の準備、促進のために用意されているプログラムです。博士号を既にお持ちの研究者の皆様を対象に、共同研究の準備のための打ち合わせや、 短期的な研究視察ののの訪問、受け入れにかかるる費、費ワークショップの費用を支援するものです。もでサポート期間は視察滞在の場合は最大で3ヶ月間、その他合同ワークショップなどの活動は12ヶ月以内に行われることが条件です。補そこになりますが、この申請はドイツの機関が DFG に提出するもので、日本から直接 DFG に申請することができないのでご注意ください。 また、こちらも申請の締め切り日はなく、いつでも提出することができますが、プロジェクト開始予定から6ヶ月以上前に出していただくことを推奨しています。ここまでは、ドイツ側が単独で申請する場合の条件をお話ししました。もし、日本側でマッチングファンドをお探しの場合は、日本側では j s p s さんの共同セミナーがあります。 この場合は日本側の申請締め切りに合わせて、ドイツ側も提出のタイミングを合わせる必要がありますので、前もってドイツ側の申請担当とスケジュールを調整していただくことになります。最後に、これまで案内してきた資料や情報は、フェア内のオープンコール工房情報やブース内のコーポレートマテリアルダウンロードにございますので、ぜひご利用ください。

ここで DFK のプログラムについて質問があるのでしょうかなさそうですよね。では、それでは次の発表も発表者を紹介したいと思います。続いては、日本ホンボルト財団日本担当アンバサダーの京都大学大学院法学研究科教授、高山かな子こ先生より、 アレクサンダーフォン・ホンボルト財団、アーファオハの研究助成プログラムについてご紹介いただきます。高山先生、プレゼンお願いいたします。はい、えー、高山でございます。よろしくお願いします。えっと、画面を私も共有いたします。えっと、アレクサンダーフォン・ホンボルト財団は、 あの今の2つの団体と違いまして、日本事務所がございません。そこで、えー、と私が日本担当のアンバサダーサイエンティストという立場で、えー、小学女性のご紹介をさせていただくのですけれども、あのこれと別に、えーと、フンボルト財団の小学女性を受けた えー、OBOG の同窓会である日本ホンボルト協会というものがございまして、えー、とこちらの,あの日本のグループで、えー、やはり同じようにウェブサイトを作って小学女性のご紹介をしているところでございます。で今日はあのホンボルト財団が作った資料に基づいて女性の主なものの紹介をさせていただきます。 えっと、この資料はあの、英語版ですので、えっ、ー、と、今日はたくさんインターナショナルリサーチャーズのご参加を得ていますので、日本語があんまりわからない方でもご覧いただけるかと思います。えっ、ー、と、フォンゴルト財団は、やはりドイツの公的な資金で持って運営されている、日本学術振興会 JSPS に似た、えっ、ー、と、公的組織の財団でございまして、えっ、ー、と、年に700件 えー、以上の女性を行っておりまして、様々なものがございますが、基本的には、えー、博士学位を取得した後の方々のための女性でございます。ですので、えー、とデアーデーよりも少しあの上の <laughs> 研究歴が長い人たち向けの女性が中心であると、同時に、その点であのデーフゲートに似てるんですが、デーフゲートの違いは、 あの特定の研究プロジェクトに女性が行われるというよりは、人間に対する、えー、女性であるというところに重点があるのが特徴です。えっと、その,あのキーワードなんですけど、うん、Once a f u m n b o l t i a n Always a f u m n b o l t i a n というのが私たちのモットーでして、えー、っともちろんあの最初は女性は6ヶ月から24ヶ月。 という期間になっているんですけれども、ひとたびそのホモルトの奨学金を受けられた方は、え生涯にわたってえいろいろな方面からのサポートを受けることができるという大変あの長期的な視野に立って、あのヒューマン、そのパーソナルな支援を行っている財団でございます。さて、今日はたくさんあるプログラムのうちの、まあ、主に2つの小学女性を中心とした紹介をさせていただきます。 えっと上の2つがそうなんですけれども、あのどちらも博士号を取得をされた方が中あの対象ですが、えっと、若手の、えー、プログラムは、博士号を取得4年以内の方用の、えー、ポスドク研究員の女性でございます。そしてもう一つが博士号を取得12年以内の。 方まあ、中堅研究者の中で若手の方を中心とする女性でして、えー、とこちらがあの数としては最も多い女性のになります。でその他に、えー、と少し下にいろいろ書かれているんですけれども、あのー、18年以内の方についての,あの研究所という形での女性でありますとか、えー、その他にあのホンボルト研究所 ですとか、えー、と下にもいろいろ人数少ないんですけれどもいろいろな賞、えー、の形での女性がありましていろいろな団体がスポンサーになってくださっていて、えー、ここを通じた受賞によって、えー、ドイツでの研究あるいは教員のポストを 設けているということがございますが、本日のご説明は、この上の2つ、人数が多い、博士号取得4年以内と12年以内というところを中心とさせていただきます。えー、っと、ああの今のその2つ以外のものとして、数が比較的多いのは、えー、っと、河川によるフンボルト研究所、それから18年以内の フリードリー・ヒビル・ヘルム・ベッセル・リサーチ賞というのがあって、どちらもあの自分では応募できなくて、あの多選の形になります。えー、っと、数は少ないですけれども、日本からも受賞者が出ていまして、あのかなり活躍されている先生方ですね、あの学会長クラスの方にあのなるのが多いかと思います。えー、っと、まあ、こちらも他にもあるんですが、ちょっとあの、細かいところは省略させていただきまして、 えー、あとはですね、あの、テーマごとに、あの、増設される女性がありまして、今は、えー、っと、AI、人工知能をテーマとする、あの、ポストが2024年までのプログラムとして、特に設けられています。まあ、このように、ちょっと随時、いろいろな、あの、特定テーマとか、あの、特定のスポンサーが、あの、設ける、あの、プログラムがあるので、そちらにも、えー、 ウェブサイトなどで注意をしていただければと思います。うん、はい。えっ、ー、と、それで、えー、中心となるこの博士号を取得4年以内と12年以内というものにつきましては、えっ、ー、と、かなり金額がデーハーデなどと比べますと高くなっていまして、えっ、ー、と、4年以内のポスドック研究者の N 女性は、えー、月額2670ユーロ。 これはあの基本額が2500ユーロで、その他に旅、えっと、費やいろいろな研究集会に参加する費用などの,あの費用がプラスされて、えー、おるのがあの、このストッ用で、それから12年以内の中堅研究者に対しては、さらに金額が大きくなりまして、えー、3170ユーロが月額でございます。 ですから、これは、あの、日本学術振興会の、あの、特別研究員の、あの、高い、あの、えー、金額に大体相当しているかと思うのですが、その他に、えー、家族と一緒に渡航される方には、あの、家族に対する支援もありますし、えー、その他のですね、研修旅行ですとか、えっ、ー、と、研修、研究を開始する前の語学研修費などのサポートもございます。さて、あの、要件につきまして、 ご紹介いたしますまずあの4年以内のポスドク研究者は、えー、優れた博士論文と、それからあの、まあ、交換業績と、それから、えー、ホスト研究者の、まあ、受け入れの承諾と、えー、それから、えー、英語またはドイツ語の えー、知識ということで、これは研究分野によってレベルやあのどちらの言語がいるかということは異なります。特定の語学試験の証明書の提出は必要なく、研究計画で示される、ま、一定の能力、あるいは、ま、応募書類などであの足りるのでありまして、えーと、証明書の提出は必要ございません。で12年の方はあの、ポストについていることが必要で、 相当の交換業績があのすあの要求されます。で、あとホストの,あの了承が必要であるということ、それから語学の知識も必要だということは、ボス読4年の方と共通でございます。 えとそれでいろいろこのウクライナ情勢とかですね、あのコロナ情勢などありまして、まあ、日本もドイツも国家財政は苦しくなっているので、まあ、応募された方全員が採択されるわけではなく、えー、と今公表されている採択率の見込みは、大体20%から25%の採択率となる見込みであるということでございます。 そして、えー、デイフゲートと同じくあのいつでも応募できることになっているのですがあの、全体の選考委員会は年に3回しかございませんで、えー、3月、7月、えー、11月が大体いい通常のところでございますで。いつでも応募は受け付けるんですけれども、あの不備があった場合の,あの 出し直しですとか、あるいはその全体の選考委員会にかかる前の分野ごとの専門の審査委員の先生による審査の期間がありますので、えー、その 決定までに4ヶ月から7ヶ月。不備がなければ、まあ7ヶ月かかることはないのですけれども、数ヶ月審査に期間を要しますので、えー、相当早く応募しないといけないということに注意が必要です。それから、えっ、ー、と、すでにドイツに相当長い期間、あの、住んでいらっしゃる方には応募制限がありまして、えっ、ー、と、応募時から遡って18ヶ月以内に、 えと6ヶ月を超えてドイツにすでに住んでいるということがありますとあの応募要件がなくなってしまうもうすでにあのドイツで暮らしているので女性は必要ないという判断になってしまうのでこの点にもお気をつけください。えー、とそれから今あの予備審査の過程で工夫がなされていましてあの従来は専門の審査員があの2人であの査読をしていたのですけれども、えー、と現在あのテスト のやり方として、えっと、学術、ごめんなさい、家、え、計、っと、費のようにですね、あの複数の専門員のグループでの審査が行われているということに、またこれはあの変更される可能性もございます。で、えー、女性は先ほどの月額の他に、往復の旅費、それからあの語学研修費、 そして、ご家族を同伴される場合には、家族のための費用が別途支給されるということで、あの家族に手厚い女性になっております。ある程度の年齢の,年齢の高い方もいらっしゃるということで、金額は全体とするとかなり大きくなっております。 えっと、その際にですね、あのだんだん家族に対する助成が手厚くなってきておりまして、えー、以前はまあ配偶者と子どもの,の手当だったんですけども、そのほかにあの育児、産休などについては、えー4、4年とか12年の期間から除外して考えるとか、あのそのご家庭の事情によって、期間計算も あの多めに見てもらっていることになっていますので、あの個別の事情については、ご相談があのしていただける、ということになっております。えー、っとそうですね、ちょっと時間があまりないので、あのそのお子様などが一緒に来られる場合についてはあの。その滞在を延長したりすることもできるというふうに、柔軟な、えー、制度になっております。 で前は産休育休の考慮は女性に対してだけだったんですけれども、だんだん広がってまいりまして、男性にも一定期間の,あの,期間の控除なども認められるようになりました。えー、とそれからいろいろな研究集会ですとか、あの全体のミーティング、それから地域グループによるあの視察旅行など、あの豊富なプログラムが用意されていて、全世界の多分野の えっと、研究者と交流することもできるという大変大きなメリットがございます。 えとそれから、ホストをどのように探すかに関しましては、フンボルト財団、他の,あのプログラムからもあのご紹介がありますけれども、日本フンボルト協会のウェブサイトから、関連の研究者を探すことができる仕組みがありますので、先生をどうやって選んだらいいかっていうのがわからない方は、ぜひ日本フンボルト協会のウェブサイトにご相談いただければと思います。えー まあ、このようなあの同窓会のポータルなどもありまして、あのドイツの方の情報提供としても、えっと、先輩研究者を探すことのできるネットワークがいろいろ用意されてございます、えっと。こちらは、フンボルト財団なんですが、えっと、後でちょっとあのチャットの方にあの一番よく使われるウェブサイトの,あの URL を貼り付けますので、ぜひご覧ください。以上で終わります。ありがとうございます。ああすいません。あと一つなんですけど、あの、 国籍要件がありませんし、分野の枠もありませんので、You don't have to be a Japanese national. <laughs> 全ての方が応募していただけるということを付け加えさせていただきます。ありがとうございました。高山先生、ありがとうございました。